はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、ナイキダンクハイのパンダです、ね。めっちゃ欲しいっす。こちらの方がちょっと情報出てきてる。めっちゃ欲しいっす。前から言ってましたもんね。はい、そのあたりをね、今日はやっていきたいなというところです。今日はちょっと変わったね、はい、エアージョーダンシリーズなんですけども、はい、2足ほどちょっと紹介したいな。2つともね、新しいモデルなんで。そうですよね。はい。はい、それとですね、プラダとアディダスのコラボについても情報出てきてると。あ、そうですね。はい。はい、でその他、アディダスのウィーンですか？あ、そうですね。はい。はい、そのあたりを今日はちょっとやってみたいなと思います、はい。今日は音楽情報あるんですか？ありますね。はい。はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済んでない方はこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。声をお願いします。はい。早速なんですけども、はい、ナイキダンクハイの、パンダですね。ボブローの方はね、当選して持ってるんですけども。そうなんですね。はい。以前からですね、今年ダンクがいくつか発売されるというリークをやった時に、はい、ナイキダンクローでパンダのモデルが発売されるという話をしてたんですけど、はい、その時に僕が、ナイキダンクローのパンダは、ハイカットも出るかもしれないんで、うん、今回ローは見送るかもしれないという話をしたら覚えてますかね？言ってましたね。はい。はい、で、時期はいつになるかわかんないんですけど、はい、パンダのカラーでナイキダンクハイが発売されるかもしれないという話をしてたんですけど、うん、出てきましたね。はい、はい。今見てもらっているのはもう実物の投稿で、はい、2021年に発売されるパンダのカラーのモデルで、うん、ちょっとね、2016年発売されたホワイトブラックに対して、シュータンの部分、ユニバーシティレッドになっているんですけど、はい、まあ、ナイキって書いてるのはね、ちょっとレッドになっているんですけど、はい、まあ、それ以外はホワイトとブラックの、まあ、いわゆる通称パンダと言われるね、カラーの展開のもので発売されるんですけど、はい、これがね、どこの海外のスニーカー系サイトも、スプリングサマーって書いてたんで、はい、まあ、今年の春夏のね、どれかに発売されるんじゃないかっていう話なんですけど、うん、ある、韓国のリークアカウントサイトの方が、そこよく当てるんですけど、うん、ウィメンズとメンズのサイズ両方で、5月中に発売するって書いてましたね。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ楽しいんですけど。楽しみですね。来月の話なんで、うん、はい。2016年に発売された、ナイキダンクハイのブラックホワイトに関して、パンダに関しては、シューターの部分がね、この間発売されたナイキダンクローのパンダと一緒で、まあ、ブラックになってるんですけど、はい、ナイキって書いてるのが、うん。今回はね、ちょっと、まあ、ボディはパンダなんですけど、シューターの部分はちょっと、ナイキの表記がレッドになってるって感じなんですけど、はい、これめちゃくちゃ欲しいっすね、うん。はい。どうしてもこれちょっと手に入れたいなと思ってるので、うん、はい。まあ、定価で書いたらいいなっていう感じなんですけど。そうですよね。はい。ずっとね、定価では書いてないんで。そうですよね。はい。でもぜひともね、これ5月に発売されるのであれば、ちょっとね、書いたいなと思ってるんで、うん、書いたらね、大事に履こうかなって思ってるんで、そうなんです。僕のスタイルにすごく合いそうなね、うん、感じなんで。まあ、以前ね、アンブッシュとね、ナイキダンクハイのコラボで、はい、スムッシュの部分のこう、とんがってるね、うん、ものを発売されたんですけど、はい。まあ、その時からリークで、パンダのカラーでナイキダンクハイが出るんじゃないかと思ってたんで、うん、まあ、ようやく来たなって感じなんですけど、はい。はい。まあ、実物の投稿が出てきているんで、おそらく今後ね、また情報が更新されていくと思うんですけど、はい。はい、続いて、はい、新作のエアジョーダンシリーズになるんですけども、ねはい、2足ほどありまして、はい、まず1足目がジョーダンデルタ2ですね。そうですね。はい。はい、ジョーダンデルタ2と言われるもので、まあ去年ね、デルタっていうものが発売されて、はい、フリアヒロさんのフラグメントのコラボありましたよね。ありましたね。はい。で、そのデルタの、まあパート2じゃないですけど、うん、デルタ2ということで、ちょっと4型ほど発売されるんですよね。はい。はい。白を基調にしてるモデルで、ブラックであったりとか、ちょっと淡いね、水色であったりとか、パープルが使われてるものがあるんですけど、うん、中のうち4足のうち2つ僕が気になるものがあって、はい、1つはちょっとオレンジのカラーが使われて、まあ、ちょっとシューターの部分を見てもらいたいんですけど、オレンジのカラーのようなのが使われているタイプと、はい、あともう1つはちょっと一部黄色が使われているタイプがあるんですけど、はい、まあ、2つもこれホワイトとブラックを主体にしてるんですけど、まあ、差し色でオレンジと黄色が使われているタイプが2つあるんですけど、うん、これちょっと気になりますね。はい、一見ね、サイドから見たら、ボディはそんだけじゃかっこいいなっていうふうに思わなかったんですけど、はい、この上から見てもらうと、シュータンとシューレースの部分から見てもらうと、かっこいいなと思いまして。今、はい、カイノネスさんが紹介したの黄色のモデルについては、はい、左右非対称なんですよね。そうですね、はい。はい。カラーが違ってますよね。そうなんですよね。はい。はい、こういった形で、これ今見てもらってるのはナイキからの公式写真なんで、はい、まあ、近いうちに発売されるんじゃないですかね。なるほど。はい。まあ、ジョーダンデルタね、去年発売されたモデルは ABC マートとかで確か待ってたと思うんですけど、うん、はい。まあ、その新しいモデルとして2という形で、こういった発売が来てるんですけど、うん、はい。まあ、それについてですね、ただジョーダンシリーズで、はい、ジョーダンエアメイって言われる、はい、ちょっとこんな形のね、ジョーダンが発売されるんですけど、はい、まあ、カラーはね、カーキのカラーで、これ海外のスニーカー系サイトに書いた情報なんですけど、エアジョーダン3と、ブーツの要素と、うん、エアマックスプラスの要素と、
あとね、ちょっとね、群毛で見られるような、はい、アンダーウェアとかに数字だけ書いてるレタリングのデザインってあるんですよ。それ、まあデザインっていうよりかは、ね、そのアイテムについてのなんか、なんていう情報数字表してるようなレタリングだと思うんですけど、はい、そういった要素のあるデザインのものを、集団のあたりに落とし込んでる、ヨーダンエアメイっていうのが発売するみたいで、うん、まあパッと見ちょっとね、ごついですけどね。そうですね。離れてみるとね、エアマックス95にも見えなくないかなって思うんですけど、はい。まあ一応エアジョーダン3を、ベースにしてるじゃないですけど、はい、そんな感じのことが書いてましたけどね。ソールめちゃめちゃ熱くないですか？そうなんですよね。はい。まあちょっと、なんですかね、アウトドア向きなのかなって思ったりもするんですけど、ね、今見てもらってるのはナイキの公式写真になるので、はい、近いうちに発売されるんじゃないかって言われるモデルなんですけど、はい、カラーに関しては、ね、今とこれだけでしたね。うん、はい。まあ今後こういったものが、ジョーダンシリーズ発売されてに来てましたね。なるほど。はい。はい。まあ、このあたりもまた情報の方がね、分かりましたら、はい、こっちでお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、はい、で続いてなんですけども、プラダとアディダスのコラボになるんですけども、はい、あのルナーロッサですか、はい、はい、トレンディワンっていうタイトルで発売するんですけど、はい、まあ、こういった機能の写真ができてるんですけど、これねちょっと面白かったのが、海外のスニーカー掲載文章を読んでると、はい、ちょっとねこのかかとの部分ではないんですけど、うん、このプラダの何ですかね、タグが入ってるのがあんまり目立たない感じなんで、一見ねアディダスとプラダ の、 あのコラボっていうのはちょっと分かりにくいっていうようなことを、うん、というようなニュアンスのことが書いてたと思うんですけど、はい、確かになっていう感じなんですよね。うん、パッて見た感じ、これプラダとのコラボで分かんないじゃないですか。そうですね。はい、かかとの部分のこのレッドのタイの部分を見てもらうと、プラダの中に入ってるんですけど、それもあんまり目立たない感じになってるので、うん、パッと見分かんないなっていう感じなんですけどね。はい、まあこういったものが来てまして、以前にもね、プラダとアディダスのスーパースターとかね、コラボとかしてたんですけど、はい。はい、でそんなアディダスなんですけど、うん、都市シリーズと言われるもので、1960年代から80年代ぐらいまでの、はい、都市の名前が入っているアディダスのスニーカーがあるんですけど、うん、それがね、どんどん今復刻されていってるんですよ。はい、はい。はい、まあ、バルセロナであったりとか、最近発売されたものがあるんですけど、はい、で、その中で、オーストリアのウィーンっていう、名前が入ってるね、ものを復刻するんで、うん、こんな形で来てたんですけど、ね、これ今見てもらってるのはアディダスからの公式写真で、はい、まあこういったね、僕、まあローテク最近またいいなと思ってきてるんで、まあって言ってもずっとローテクが好きなんですけど、なんかこのアディダスのウィーン、この復刻いいなと思いまして、たまたまね、スニーカーズのスタッフの方で、アプリの通知が来てたんですけど、はい、確かこれのね、情報が来てたんで、はい、あとエンドクロッシングとかハノンにも多分来てたと思うんですけど、はい、まあ、たまたま見かけていいなと思ったんですけどね。はい、で、この都市シリーズで、以前発売されたもので、ハンブルクっていうドイツのね、都市名が入っているものがあるんですけど、はい、そのハンブルクの、このアディダスのサイドにあったものが、ちょっとセールにかかってまして、このオールホワイトのタイプが、うん、これがちょっといいなと思ったんですけどね。はい、まあ、軍配とかにありそうかなと思いまして、ね、うん、最近ちょっとアディダスまた、ローテクのモデルで、結構また見ていったりしてますけど、はいはいはい、まあ前にあのスーパースター1回買ってましたけどね、はい、あのスネークの柄のやつです、ね、あ、そうですそうです、はいはい、まあまたね、あの面白いスニーカー出てきたアディダスも紹介していきたいなと思いますね、はい、はい、続いてなんですけども、今日は音楽情報、あ、そうですね、はい、先週の金曜日に新譜がいっぱい出まして、あ、そうです、ね、ちょっと紹介しきれなかったんで、はい、さっきインスタグラムで言っちゃってるんですけど、はいはい、こんな形でちょっと新譜また追加であるんですけど、はい、まあ、ザ・ドラムズであったりとか、ちょっとこの中に含まれているフロックラインっていうね、ワイウォークっていう二人組のボルムチモア出身の、うん、まあ、ドリームポップデュオで、はい、その、ワイウォークの片割れであるジェーン・ワズナーっていう女性がいるんですけど、はい、まあ、その彼女の、ソロの新作で、まあ、2作目になるんですけど、うん、このアルバムはすごく良かったんで、ちょっとご紹介したいと思いまして、はい、はい、音はどんな感じかと言いますと、うん、生演奏と電子音楽を足したようなもので、うん、フォークと電子音楽を足して、歌はすごくエモーショナルなんですけど、うん、なんかね、温かみのあるね、気持ちのいいね、サウンドになってるので、はい、まあ、ちょっと聴いてもらいたいのと、あとね、これね、もしね、トラックのみで歌を外した状態で、トラックだけ聴くと、あのね、無印良品であったりとか、はい、昔のユナイテッドアローズでなんかかかってたような、こんな感じの音っていう感じやったんで、その辺ちょっとね、注目してもらいながら聴いてもらいたいなと思うんですけど、はい、先行シングルの方で YouTube の方にあのミュージックビデオとか上がってるので、はい、またそちらのストリーミング URL と一緒にですね、概要欄に貼っておきますので、うん、また聴いてもらいたいと思うんですけども、はい、はい、以上です。まあ、あの冒頭でご紹介したマイキダンクハイのパンダなんですけども、はい、ね、まあ、ぜひともね、欲しいっすね。定価で買いたい、そう、はい、定価で買いたいっす。定価で買いたいっすって言い方はあれですけど。そうですね、はい。なかなか最近買えないですからね。そうなんですよね。はい、まあ、ということで、まあ、あの、このあたりまた情報が出てきましたら、はい。はい、あの、こちらの方で紹介していきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイノです。さよなら。
I'm sorry but it's evident You're on your phone 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust